皆さん、お久しぶりです。今回は、松江駅の平日朝の長時間停車について、取り上げていきたいと思います。松江駅は2面4線で、出雲市方は単線、米子、方は両渡りポイントを、挟んで、副線の高架駅です。それでは早速、松江駅で何が行われるのかを、見ていきましょう。時間は通勤時間真っただ中の、7時40分、出雲方面から 124D、キハ120型普通列車が、4番線に到着します。この普通列車は、当駅止まりの木月線と普通列車で、日曜日以外は5時41分出雲横田駅始発 5440D、木月からは前日、1440D 普通列車として、走ります。この列車は、次の運用まで松江駅に、20分間停車します。普通列車が松江駅に到着してからわずか4分後の7時44分、出雲方面から平日限定の 3440D 快速通勤ライナー米子駅がやってきます。この通勤ライナーは、この付近を通る快速としては、唯一通過駅のある快速であり、新地、松江間をノンストップで結びます。その速さといえば、新地駅で、前日の普通列車は、この快速の10分前に発車しており、この快速のわずか6分後に、出発した特急やくもと、新地、松江間の所要時間は同じ15分という瞬速ぶりです。あまりに速すぎて、先行の普通列車に追いつかないように、新地駅で3分停車する始末です。まさに、通勤客向けの列車と言えるでしょう。しかし忘れてはいけません。この快速、1番線に停車しています。そう、今回取り上げる列車は、この快速通勤ライナーなのです。それでは、時間を進めていきましょう。通勤ライナーが到着してから5分後の、7時49分、米子方面から 127D 普通列車西出雲行きが、3番線に、その1分後の7時50分、前述の 1008M 特急やくも、8号岡山駅が2番線に、到着します。この普通列車は前日4両編成で、運転されており、安木、米子からの通勤需要に、応えています。また、やくも8号はパノラマグリっています。そして、これらの列車は7時51分にそれぞれ発車していきます。それから8分後の7時59分、出雲方面から、先ほど発車した普通列車との利益で、交換した、2004D 特急スーパー松風4号鳥取行きが、2番線に到着します。このスーパー松風は出雲市、松江間をノンストップで結び、先ほどの八雲との差別化を、図っています。出雲市駅を7時37分に、発車し、松江までの所要時間は、最速の22分、区間標定速度89キロと、朝ラッシュとは思えないスピードダイヤになっております。そして、1分後の8時ちょうど、米子方面に発車していきます。それと同時に、最初に取り上げた4番線の、キハ120型普通列車が、折り返し 129D、新地行きとなって、発車していきます。この普通列車は新地駅に、到着後、木月から来た普通列車と連結して、平日は4両で木月に帰っていきます。そして、この同時発車から5分後の8時5分、ようやくこの快速通勤ライナーが松江駅を発車できるのです。これは、通勤ライナーが松江駅に到着してから21分後のことです。ちなみに、この快速通勤ライナーの発車時刻に到着する 281M 普通列車西出雲行きは、5時46分に西発の 821M 伯備線経由列車が、平日限定で乗り入れたものであり、115系2両で運転されています。そのため、ほぼ満員の状態で松江駅に到着します。そして、時間調整のため6分間停車した後、8時11分に発車します。ここまでの、新地、松江間の列車の動きを、ダイアグラムにまとめると、このようになります。特に乗り、玉造温泉間では、松江方面に列車が連続で、4本行って、新地方面に3本帰ってくるという、単線区間ならではの、
また、珍しいダイアグラムとなっております。また、時刻表を見るとわかる通り、快速通勤ライナーの前後に、走る普通列車の方が、出雲市、米子間の所要時間は早いというおまけ付きです。やはりこの快速は、松江までの通勤客を、ターゲットにしていると言えるでしょう。いかがだったでしょうか。このような流れが、平日朝の松江駅で行われています。平日なので、見に行くのは難しいですが、通勤需要に応えるために、作られたダイヤを見に行くのも、面白いと思います。次回は、この付近では最強と思われる、長時間停車を取り上げたいと思います。ご視聴ありがとうございました。